皆さんこんにちは。こんにちは。ついにですね、アップライム、はい、真央ちゃんが社長でミックスが、頑張って作ってる広場がリリースされました、はい、ありがとうございます。iPhone、Android 両方ございます、はい、概要欄からダウンロードできますよ。どんなアプリか早速見ましょう。はい、どうぞ。じゃあ起動します。ミックスプロデューサー初作品なのかな。そうですね、僕はあの1から。素晴らしい、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。チュートリアルなんでね、進みますと。皆さん、あのインストールしたら全く同じでございますから、はい、こんな感じで進めてみてください、はい、ここはね、同意するをチェック入れて進みます。はい、でログイン画面がありまして、ほう、ツイッターでログインできます。私はツイッターでログインしたい。はい、ツイッターでログインお願いします、ぜひ皆さん。で、あ、後で連携するってあるんですけど、ツイッターでログインせずにそのまま入れます。はい、入ることもできます。今回はじゃあツイッター連携します。ツイッター行きましょう。便利ですよ、ツイッターが。はい、はい、来た。はい、そのわけでログインが完了しました。はい、何ができるアプリなの。基本的にはゲームのフレンド募集やマルチ募集、おー、と、ほう、とプレイログっていうですね、例えばガチャ引いたから何が出たよとか、何が出たよとか教えたいとか、このパーティーで集荷してんだけどどうやりたいとか、ちょっといろいろ見てもらって、見ましょう、見てください、見てください。今ですね、ログインした後なんですけど、これは、パズドラフレンド募集とかモンストフレンド募集ってありますよね、はいはいはい、今 Android 版が出てるんで、みんな投稿してもらってるんですけども、すでに、はいはいはい、ちょっと見ましょうか。こんな感じで、おみんなのフレンドがこうずらーって並んでると。はい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 、仕事のフレンド募集とか、はい、これはですね、例えば求める条件っていうのがありまして、この求める条件に合ってる人はこう申請ポチッと押していただければ、はいはいはい、これは1番目に覚醒バステトとかカーリーってあるじゃないですか。これはその人が使ってる、よく使ってるモンスターが表示されてます。はあ、例えばカーリーの人だと多色、単色リーダー、覚醒丸々求む、使ってたらもうこれ申請押しちゃっていいんですよ。押しちゃって落ちた、したら自分の ID が相手に送られちゃったんですよ今。おー、なんで受け取った側はもうゲーム内で ID をポチポチポチって打っていただければ、で申請が来る。はい、へー。でこれ今申請すぐ押せたんですけど、最初だけこの僕はですね、もうすでにこの投稿っていうのをやってたんで、あ、自分の ID とかね、 ID 見えちゃってますね。あ、モザイクかけますねID とかですね、必要な情報をここに入力します。で、これ投稿しなくてもいいんですけど、あ、投稿する必要あるか、投稿する必要あるんですけど、ここでよく使うモンスターとか検索したりして全部情報を埋めていただければと思います、はい。で、求める条件とか、僕はね、アケチ引いたんでティフォン使いたいんで、ティフォンのリーダー募集してた、はい、リーダー募集してた、はい、で投稿を押すと投稿されます。で今一番上に出るんだ、一番上に来ます、はい。おあ、すみません、僕だけ公認ってついてるんで、はい、はい、パズドラの公認ではないです、ね、パズドラの公認ではありません、広場の公認です。はい、はい、他はです。はい、他見ましょうか。マルチ募集とかはさ、マルチはですね、今Android 版なだけなんで人いないんですけど、はいはい、募集ないんですけど、これもですね、今これモンストなんですけど、クエストをここから選んでいただいて、自分のリーダー選んでいただいて、でここですね、こう LINE で共有者メッセージを貼り付けてくださいってあるんですけど、ここでマルチを LINE でするときに、はい、モンストでマルチしない、何々どこどこ行くよみたいなメッセージあるじゃないですか、あるね、あれをもう丸々コピーして貼り付けていただくだけで OK です。で投稿するんだ。投稿します、ここに。はい、もうそれだけで OK です、なんか別に加工する必要ないです。はいはい、なるほどね、はい、なるほどね、はい。で混ざれるんだ。他は、他は起動ボタンがあるんですけど、あ、そうか、誰か募集してくれる。白猫とか、はい、白猫とかですね、白猫の4人協力とかですね、これもちょっと部屋番号って、はい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 、これから始まる、ね、アプリでございますから、まだ今人がちょっと少ない状態ではありますけれども、はい、ぜひとも皆さんこの瞬間から増えそうですね。じゃあですね、例えばこれ投稿するってなると投稿されます。おー、でもうゲームを起動すると、もう白猫が立ち上がっちゃう。へー、まあだからみんなのとこがこう並んでるところにこうポチッと出て、あ、ここ行きたいと思ったら押していただいて、これもですね、アプリ連動、そうですね、と、あとこの検索です、ね、絞り込みができるので、行きたいところをぜひ絞り込んでいただいて、でこれがですね、実は
絞り込むと、みんなが絞り込むと、今このホットな、あ、すみません、これ履歴ですね、すみません。自分が検索した履歴がこの最初に出るんで、これを押していただけると同じところどんどんいけるんで、はい、はい、検索履歴が出ます。はい、ベイン、あ、そうですね、ベイングローリーだったりとかがあります。はい、プレイログも見てみましょう。プレイログ見ましょう。まあ、ゲーム広場はこんな感じです、ね。はいはいはい。はい、あ、で、ですね、先にちょっとすみません、マイページの方に行かせていただきます。はい、マイページこんな感じになってます。で、プロフィールだったり、今プレイしてるゲームの編集だったりができます。で、さっきの、僕が申請を押しましたよね。あれがこのマイページに届きます。僕はここにある届いている申請の確認ってあるじゃないですか。フレンドの申請が21件来てるんで、これ開いていただいて、表示されてる ID とか使ってるモンスター見て、あ、この人とフレンドになりたいと思ったら、あの ID を、パズドラだったらパズドラ内で申請していただければと。これ来てるんだったら上のあの矢印3本のところに欲しいね。なるほど。じゃあ追加しましょう。ないよね、そうですね。はい、まあ、皆さんリリースしたばっかりですからこれからアップデートしていくと、いろいろね、あの考えてるんで、まあ、まだまだね、ガンガン、はい、もうアンドロイドもアップデートも3回してるんで、はい、もうガンガン開発しております。どんどんアップデートしないと。はい、それでですね、プレイログいきましょう。はいはいはい、プレイログ、あ、これはログイン、一番最初にログインした時だけ表示される画面です。で、僕はあの2回目のログインなんで、なんかチェックマークとかついてるんですけど、最初に公認のアカウント3人、候補の夏目と僕と真央さんが表示されてるんで、まあ、ここであのフォローしていただければと。さらにですね、ツイッター連動してるんで、自分のフォロワーですよね、の人が広場を使ってたらここに表示されます。はい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 、なんで、あ、ジョーってうちのアップライムのね、そうだね、ジョーだね。で、あ、ジョーがもうライターのスケキヨだね。そうです。あ、やってると思ったら、これフォロー、フォローとか押して。そう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 。僕は自分フォローできないです。で、もうこれで決定だと、OK です。あ、で、みんなが。もうみんなのプレイログが見れるんだ。はい。で、ここにはですね、自分のプレイログだったり、フォローしてる人のプレイログが全部流れます。パズラだったり、モンスターだったり。ハセノと30回クリアしてる人がいるな。見ますか、すごいな。パーティー見ますか、これ。デューと、でマジか、こんなパーティーでいけんだってなったら、このパーティーでいけばいいんですよ。まあ、私はちょっと30回に対する挑戦権ないと、はい、で、これ僕もいいね押しちゃってるんですけど、まあ、S ランク取ったってやつに対してこうポチッと、うん、いいね押せると。で、このいいねはですね、あの後々、例えば今結構いいね押されてるプレイログとかをご紹介するページとかを用意したいなと思っています。はい、で、ちなみにですね、あのこのもっと見るで、あの詳細が見れるんですけど、このいいねを押すとですね、ミックスさんからいいねされたよっていうのが分かるんですよ。分かるね。だからこれで、あの、あ、村井さんにいいねされたとかこう、私はインストールこれからだぞとか、まだね、インストールできてないんだよ。はい、こんな感じで、検索もできますね。キーワード検索だったり、このパズドラ、あ、でですね、この検索は、例えばパズドラっていうのを検索すると、自分のフォローしてない人のパズドラのプレイログも検索できます。もう全部検索できるんで、こっからあの検索いただければ。うわー、覚醒ら、究極でスキル上げしてる人みたいな6、7体目のって書いてある。恐ろしい。覚醒したのができたとか、白猫始めました、パズドラのプレイログなのに白猫始めましたってありますね。あ、チャレダンジュ、あ、もうクリアってありますね。今回のチャルダン銃結構難しいらしいね。これやばいらしいですね、これ。もういいね押していきましょう。はい、いいねっていう感じです。ですね、はい、投稿するときはあの右下にこのプラスのマークがずっと置いてあるんで、これポチッと押していただければと。うん、で、何のプレイログを書くか選んでもらって、あと画像を3枚まで投稿できます。で、コメントを30文字まで入れます。はい、まあ、なんかこう気軽にね、こうなんか長文にならない程度でいいかなっていう。で、あとツイッターに同時投稿するっていうのをチェックいただくと、ツイッターにも勝手に流れるんで、これぜひあの投稿いただいて、はい、ですね、みんなで広場使ってるよっていうのをね、あの紹介いただけたら、ワイワイしてほしいですね。はい、広場どんな感じで使ってほしいですか、気持ちとしては。もうプロデューサーミックスとしては、まず広場でフレンド募集だったり、うん、マルチ募集をして遊んでほしいです、ゲームを。とにかくゲームを
ゲームを楽しく遊んでもらうっていうアプリなんで、コンセプトとしては。でもどんどん遊んでいただいて、でそのマルチとかやった時にここの難しいのをクリアできたぞっていうのをプレイログに投稿いただけると、まあ、どんどんなんかその自分のね日記だったりみたいな感覚で使っていただければと。まあ、ツイッターでゲーム絡みとかいろいろ投稿したとしても流れちゃうし、そうなんですよ、ゲームになっちゃうから、ゲームに関してはここで投稿してもらうとかが嬉しいかな。はい、はい、ぜひ。今この動画撮影時点ではですね、リリースボタンを押した瞬間ですんで、そうですね、まだ公開はされてないんですけど、動画を皆さん見ていただいている頃にはもうすでにアップストアにあると思います、はい、この動画を見た後に概要欄にもリンク入れておきますので、どうぞ iPhone、Android ともにですねダウンロードして、ご利用ください。まあ、あと要望とかどんどんね、あの広報の夏目のツイッターアカウントもちょっと概要欄に、そうですね、抜けましょう。あ、夏目とか僕とか宛てに送っていただければどんどんアップデートいたしますので、はい、よろしくお願いします。出たばかりの広場でございます。皆さんも何卒よろしくお願いいたします。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックスフライチャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。